ガンピクシーズ。ナウローディンク。新しい機能が増えたんだぜ。調整は肝心。私に不可能はない。少し気持ちいいかも。エンドルフィン始動。真っ白になっちゃう。エンドルフィン分泌。エンドルフィン増
なんで？宇宙、それはどこまでも広がる暗黒空間。無数に瞬くは星の海。その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空をかけていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が利かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名もピクシーチーム。ピクシーチーム、レッツゴー。出撃ピクシーチーム。あと少しで到着するんだね、地球に。気合が入っているな、ビーター。さすがのお前もこの任務の重要性は理解しているか。もちろんだよ。だって地球の女の子めちゃくちゃ可愛いんだもん。資料を見せてもらった時からゾッコンですよ、ビータは。少しでもお前に期待した私がバカだった。話をしてるんだ。うさー、耳引っ張ってやだよ、カメポン。何をしているのかね、君と。あ、アルバルス司令官殿、いつから回線を。あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンがビータに冷たいんです。も遊んでいるようなら今からでもパンデモ星に帰るか。そのようなことは。私たちを拾ってくれたご恩には必ず報いてみせます。そうそう、地球の女の子に。ビリーは黙ってろ。
の性格も知った上であえて選抜したのは私だ。任務を成し遂げられるなら多少の息抜きは許そう。申し訳ありません。ビータにはしっかり言い聞かせておきますので。ブーブー、ビータンだって任務は真面目にやるつもりだよ。でもビータンにも個人的な任務があるのさ。地球の女の子やカメポンの身も心も奪取するっていう大切な任務だ。やめろ。あいたたたたた。まったく。確認だが、今回の任務の真意、君たちは理解？もちろんです。我が星で悪化を続ける個々独立社会の解消であります。人民の意識改善のため、地球という惑星の住人の生態を丸ごと本国にフィードバックするだっけ。ピーターも昔から思ってましたよ。みんな周りの人に、特に女の子に興味なさすぎでしょって。お前の場合は興味がありすぎだかな。でもカメポンはそんなビータンにいつも付き合ってくれるよね。ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそが君たちが軍学校で落ちこぼれと言われた理由であり、同時に今回の任務に抜擢された最大の理由でも。抜擢の理由？拒絶社会が続く現代、未だに全てを一人でなそうとする者が少数だが、私は他人を必要としなくなることが必ずしも独立するということにつながるわけではないとか、君たちならそれを意識するまでもなく理解しているだろう。今回は実に良い返事だ。女の子であります。良い返事だが、いや興奮しますね。リータンたちの潜入先にも可愛い子がいるといいな。仮にいたとしてもお前にはどうにもならないだろう。なんせ地球人は我々パンデモスと、ということはあの部分も10倍に。いつまでもくだらないことばかり。お、あそこに見えてきたの。あれこそが開始だ、ピクシーチーム。潜入先の国内では独り立ち政策なるものが行われていて、国中で親元を離れた寮生活が推奨されているらしい。赤の他人が一つ屋根の下に集まって共同生活をしている。そういうこと。潜入先はそんな寮の中の人。まずはリリーパッドに潜入し滞在基地を構築せよ。ラジャン。
次は？姉貴、ここに。ん？どうしたミサ、プンプン怒って。姉貴じゃないんだから、一日中お腹は空かせてませんよ。また私のパソコンの電源コード、乱暴にコンセント。おかげでパソコンが強制電源オフ。昨日テストしてたピンクゲーの進行データが全部パー。あのエッチーゲームのことか。でもミサ、パソコンつけっぱで爆睡してたじゃん。そんなの電気代もったいないでしょ。俺っちパソコンとかよくわかんないし。そしたらもうコンセント抜くしかないじゃん。おバカのテンプレみたいなセリフを。姉貴も現代人なんだから。俺には節約の方が大事なんです。まあまあ、なんか食べよう。お腹いっぱいになったら。依頼食べ物で機嫌が治るのは姉貴くらいです。あらあら、二人ともどうかしたの？あ、アマネ！姉さん聞いてください。姉貴が私のゲームデータを消したんです。パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろ？これは姉妹喧嘩ってやつだね。よし、お姉ちゃんに任せなさい。はい。任せろって。ミサちゃんのゲームが消え、だったら私がミサちゃんが進めたところまでやってあげる。アマネーにはミサのゲームはハードル高いじゃん。大丈夫だよ、これでもゲームは得意なんだから。いや、
絶対やったことない類のゲームですから。それに大丈夫、任せて。私が寮で一番。それじゃあ早速始めよう。ミサちゃん、そこそさ、今の話こそ嘘。いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするんだから、姉さんの手を借りる必要はないんです。何、あらあら、そうだったの。ミサ、本当はデータ。そうですけど、ここは姉さんにあれを遊ばせるわけにはだね。ピンクすぎるからな、あれは。こんなことになっちゃうなら、俺っち今度からもう少しパソコンを大切に扱う。私もパソコンずっとつけっぱなしにしないよう気をつけます。うわぁ、天音、顔近いって。もしかして今の話。でも二人とも内緒話なんかして仲直りしてよかった。やっぱり家族は仲良くなくっちゃね。そうだね。なんだか気恥ずかしいです。ミサちゃん、どこ行くの？ゲームのお供にお菓子買ってきます。二人は何か欲しいもの？私は、こらこら、アマネーはダイエット中だ。もうキラちゃんの意地悪。そんじゃ俺っちは部屋に戻るね。私は買い物行ってきます。うん、行ってる。それじゃあ私は。どうやら争いは収まったよ。B、 ふわふわ系お姉さん佐藤あまよ、ちょいおバカボーイッシュトリーキラ、よりどりみどりですな。うひひ、バカなこと言ってないで、早く場所を決めるぞ。そうだった、ビータンとカメポンのアイノスを作るんだったね。さて、一人で滞在基地を作るか。冗談だよ、ビータンも作るから待ってよカメポン。できた。と言っても宇宙船を偽装したくらいだがな。冷蔵庫の真上、場所は悪いが、ここで念のためステルスも解読。十分住めるもんね。ビータンたちのアイノスとしてはちょっと物足りないけど。まだ言ってるのか、お前は。どうやら無事に基地を構築できたようだな。あ、司令官。はい、潜入構築共に問題。結構だ。それでは早速君たちに演習任務を。演習ですか？ああ、資料でデータは頭に入っているとは実体験がなければ。特に君たちに支給されたハッピー弾は実際に使ってみなければ理解が難しい。ハッピー弾、地球人に幸せを与える弾だと伺っています。幸せを与えるってなんか曖昧な表現だよね。それを知るための演習だ。君たちがいるのは佐藤天代の部屋だったな。ええ、キッチンにおります。それではピクシーチーム、演習任務として妖精にハッピー弾を当てるのだ。妖精なら対象者。やだ、女の子の部屋に潜入してやりたい。言わずとも分かっていると思うが、ちょ、壁に耳ありしょ。私はアルマルスだ。現地のことわざか。雑学は結構だ。それは宇宙平和法の存在ですね。技術は一定レベルにまで達していない星の住民には、宇宙人の存在を私たちが見つかって大事になれば、銀河デカが動き出すかもしれない。万全の注意を払う必要があります。任せて、見つかっちゃダメって緊張感があった方がいろいろやるときに燃えるしね。カメポン、あとは頼んだぞ。はっ、よし。ナウローディング。
し。まんまるん
プサン。おお。ほう。おほ。よし。ハッピー弾の効果もこの目で確かめさせていただきました。ああ、任務にか。あ、というのはいらない。遠慮するな。うさー、勘弁して。仲が良いのはいいことだ。他に私から任務を言い渡すこともあろうが、それ以外は好きにする。はい、ビータンの人格矯正も含めしっかりこなさせていただきます。期待しているぞ、二人とも。それではな。さて、早速だがビータン、地球。まだアマヨ殿の下着も漁ってないのに。す、ぬ、ぞ。はい、頑張ります。ナウローディング。寮内異臭騒動、原因を大捜査。うっぷ、キム。おや、満腹な感じで。いや、違って。拾い食いでもした。もう、ギラちゃん、お腹壊すからダメだよ。いくら俺っちでも、道に落ちてるものは食べないよ。そうじゃなくて、匂い。ああ、匂い。この甘ったるい匂いですか。ここ数日。なんで平気なのさ。昼作ったこのカレーの匂いと混ぜ。私は姉貴ほど匂いや味に敏感じゃないので。くな、ずるいぞミサ。原因は何なんでしょうね。わかんない。料理の匂いって感じはしないんだけど。キラちゃん大丈夫。ああ、心配しないで、アマネ。てか調子悪い。俺っち部屋に戻るよ。ちょっと行っちゃった。まあ本人もああ言ってますし、姉さんがそんなに心配しなくても大丈夫だと思いますよ。うん、だといいな。謎の異臭騒ぎか。これは生態調査の対象に含まれるだろうか。B はどう思う？B？ ククク。何をしている？一生懸命嗅いだらカメポンの匂いがわかるかなと思って。でもやっぱり何も感じ取れないな。当たり前だ。私たちファンデモ星人に嗅覚はない。他の宇宙人や地球人のようにはいかないぞ。地球人ずるい。嗅覚って空気中に漂う成分の味を感じるようなものなんでしょ。ピーターもカメポンから漂う成分を味わってみたいな。クッコンコン。嗅ぐな、気持ち悪い。しかしお前の言うことにも一理あるな。嗅覚があれば
寮の中にどんな異臭が漂ってるか簡単に調査できただろうに。司令官、お疲れ様です。最近よく通信飛ばしてきますね。暇なんですか？リー、司令官に対して失礼だぞ。気にしなくていい。それよりカメポン、異臭について報告を頼む。はい。先ほど場所はロビー、いえ、正確にはダイニングキッチンといったところでしょうか。そこで話を立ち聞きしたのですが。なるほど、状況は理解した。体調不良を起こしているのはトリーキラーだけですし、それほど深刻な異臭ではないと思うのですが。いや、万が一住民の生命を脅かすものだった場合、今後の生態調査に支障をきたす可能性もある。任務だ、ピクシーチ。異臭の原因を探り、それが危険である場合は速やかに排除せよ。ラジャー。でもめちゃくちゃ残念なことに、Bさんたちには嗅覚がありませんよ。どうやって調査するんです？宇宙船に匂いの成分を分析する機材があるはずだ。それを使うといい。機材頼りですか。それじゃあカメポンの匂いは味わえませんよね。何の話だ。いつもの盲言です。行くぞ、B。了解。気持ちを切り替えて女子部屋あさりに集中しよう。任務だ、バカ。ちょっと待って。ミサ殿は寮の至る所で匂いがするって言ってたよね。ああ、とはいえ匂いの強い場所、弱い場所くらいはあるだろう。その情報を鳥居姉妹から引き出せないだろうか。発生源さえ分かれば私たちでもどうにかできると思う。お、匂いの強さなら機材で分析できるんじゃなかったっけ？それがこの機材、匂いの成分を分析することしかできないんだ。空気中の成分から匂いの元までたどるのは難しいな。じゃあ結局ビーターたちが発生源を見つけなきゃいけないの？まったく、司令官も気が利かないですな。お前それ絶対に司令官の前で言うなよ。まあとにかくキラ殿がいるかミサ殿がいるか分かんないけど、ハッピー弾当てて情報収集すればいいんだよね。楽しみですな。公私混同もほどほどにしろ。それとも口で言うより体に教えた方がいいか？え、体に？それってどんな気持ちいい方法で？いただけなの！腕が曲がっちゃいけない方向に曲がっちゃう！分かってくれたかい、ビータン？よっしゃ！よっしゃ！ギブアップです！ちゃんと任務に集中しますから！ナウローディング。欲しいで。はい。嘘だと言って。発
Reload. Charge up. Charge up.
Charge up.移動ロードしてるよ。
なんだと？いいかい？よく聞け。情報を整理するぞ。ヒラ殿たちの部屋は匂いが薄い。アマユ殿の部屋の匂いが濃い。これはもう整理するまでもないね。発生源は佐藤アマユの部屋で、まず間違いないな。鳥居ミサが言っていた通り、隠れて甘い菓子でも食べているんじゃないか。どんな菓子ならここまで匂うのか、それは調べてみないことにはわからないが。でもダイエットはうまくいってるって言ってたよ。ハッピー団でそんな独り言つぶやく人が隠れてお菓子なんて食べてるのかな。もしそんなに食べているとしたら、お菓子の味だとかそちらの感想の方が引き出されそうな気がするんだよね。もう言うじゃないか、 B。 まだ調査の必要がありそうだな。また甘湯殿の部屋に行こっか。ああ、
今度は匂いを発している原因を探そう。ロードしてるよ。ちょっと待って。移動。ちょっと待って。ちょっと待って。姉妹の部屋にも同じ。さすがカメポン、冴えてる。おまけに佐藤天義の部屋に比べると包み紙の数が少ない。あれ、スルー？ピータンの告白を。ガムの出所は佐藤天義だ。彼女の自室にガムの包み紙が大量に。こちらの部屋に包み紙が少ない理由は簡単だ。さすがに他社の部屋に私物を捨てる気。仮にこれが鳥居姉妹の捨てたものだとしたら、自分らが原因になっているのに異臭に気づかないのは。うん、そうだね。ビータンもそう。なんだビー、
さっきから何か言いたげだな。はいはい、二つ気になったんだけど、まず一つ目、アマヨ殿にもその理屈。え？だってあれだけのガムの包み紙を作った、いや食べた、この張本人だよ。匂いに心あつ。2つ目、そもそもなんでこんなにガムを買ったんだろうね。地球人ってガムが大好きだったりするの？確かにそう。まさか、実は危ない代物で、すでにアマヨシの嗅覚にまで悪影響。噛み続けるって言い方が怖いよ。にしても真面目だな、カメポンは。ビートは、いや、それは調べてみなければわからないさ。ちょっと待ってね。Be quiet. Perfect. Give us a formation. Oh, I get it. She's getting gum, so she doesn't have it. なんで？スコープ！スーツ！包み紙の出所はアマヨシで決定だな。それにダイエットサプリガムだね。つながったな。アマヨシはこのガムでダイエットをしていたわ。この量ガムだけで生活してそうだね。しかし生命を脅かすものではないな。ビータンの言う通りも、うん、よし、これで任務は完了だ。カメポン、早速アルマルス司令官に報告。あ、ちょ、待ってよ。ロードしてるよ。はい。まさかなの？Be quiet. 確かに何か聞こえたような。はい。今の、ま、何？わあ、よかった、気のせいか。ビクワイス、ポルターガイスト、スコープ、スーツ、
司令官にこちらから通信を行うには。あれ、お、あー、ビータン、キラ殿の部屋には忘れ物だと。まずいな、私も探す。あ、いや、壁、全然大したものじゃない。お、ん、お前何のことでしょう。目が泳いでいるぞ。無理なダイエットをするアマヨシが心配で、キラスにさりげなく教えて。さすがカメポン。何年一緒にいると思ってるんだ。お前が考えそうな。そこまで以心伝心ならこのまま見逃してくれないかな。ダメだ、リスクを負ってまで実行する必要。紫外線のダイエット結構じゃないか。見たところ、アマヨシの健康に異常は出ていない。第一、調査対象への過度な入れ込みは厳禁だろ。ごめんカメポン。そう、コラは我々は軍人だぞ。帝国のパンデモ製の未来を背負ってるんだ。余計な市場を挟むな。何言ってるのカメポン。確かにパンデモ製の未来、女の子の笑顔はそれと同じくらい守らなきゃいけないものなんだよ。お前がそっくりされにね、カメポン。無理なダイエットを続けた結果、もしアマヨ殿が倒れて入院でもしたらどうする。それってビータンたちの調査任務に、おまけにアマヨ殿がガムの匂いに鈍感な件も気にかかるよ。まったく、わかった。やだカメポン。勘違いするな。お前がどうあっても行くというなら、せめて余計な危険を犯す。もう素直じゃないな、カメポンは。やはり力ずくでもお前を止めるべきか。イエスター、無駄口は控えます。ご協力感謝いたします。賢明だな。ところでキラ氏にどう伝え。キラ殿にさっきの包み紙をさりげなく見せに行く。匂いの原因はこれだよ。いや、包み紙だけでは気に留められない感じ。それならあのガムを銃で射出するのはどう。キラ殿のお口に甘い匂いの原因を直接。なるほど、明暗だな。その先のことは、し、普段からこれくらい咲いていてくれれば。ビータンの頭脳は可愛い。胸を張っていた。どうにいいか。待機中。カッカッカ。おほ。おし。待機中。よし、Be quiet. もう少しだ。よし、だ。出て行った。アマヨシのところへ向かったのだろう。見届けなくちゃ。まったく、伝えるまでではなかったの。アマネ、キラちゃん、聞きたいことがあるんだ。ん？やっぱりアマネーノなんだね。それは。しかもこれ、一つなら大したことないけど、結構匂うみたいだぜ。匂い。きつかったんだよね。私ダイエットに必死で。ま、違うよアマネ、匂いのことなんて。お、俺っち分かったんだ。あ、でもそんなの食欲をごまかしてるだけだ。ガムなんかで食べたい気持ちを押し殺してたら。それは。でもお願いアマネ、もう無茶なダイエットはやめるって。やキラちゃん、うん、分かった、ごめんなさい。どうやら無事解決したようだな。
これで雨吉が倒れる心配もなくなっただろう。今度こそ任務完了だな。なんだアピー、まだ今のやりとり引っかかる。ごめんカメポ。何お前、一生に一度のお願い。まったく、学生時代からか。まあいい、乗りかかった船って本当、はい、B の着ぐる。What do we have to do here in this one? Okay, we'll save there then. We'll continue this next time.